中京政府はここ数年、一定の間隔を置きながら、不動産税の増税に言及していますが、ここ5年以内に増税が行われる可能性を専門家が指摘しています。また多くの専門家が次々と、不動産税の増税は不動産価格を下げるためではなく、不動産ブームが終わってしまって、地方財政がさらに逼迫したからだと述べています。不動産税は本当に導入されるのでしょうか 2015年以降、一部の税務専門家は導入のタイミングを常に予測しており、2017年の時点で中共当局は不動産税を5カ年立法計画に組み込んでいましたが、具体的な情報はありませんでした。昨年12月21日、中国社会科学院財経戦略研究院は、このほど発表した中国住宅発展報告の中で、 今年の不動産価格の上昇率が鈍る可能性があると予測し、不動産税の徴収を急ぐよう提案しています。12月23日に財政部長の劉根氏も、関西メディアの人民日報に、不動産税の立法と改革の積極的かつ着実な推進を求めるとする記事を寄稿しました。3月11日、中国の経済専門家、和光園氏は、 2021年から2025年の間に不動産税が導入される可能性が非常に高いと予測しました。同市はさらに不動産税を徴収する主な目的は不動産価格の安定化を図るためではなく地方財政の救済だとしてこの点をはっきりさせる必要があると指摘しています。不動産税の導入が着々と現実味を帯びています。元公衆交通銀行 フィナンシャルプランナーの歯科医師は、専門家が情報を流して、民衆の反応をうかがっていること自体が、不動産税の導入の予兆だと考えています。 之前其实这个房地产税啦，还有那遗产税啦，都有这些传闻，但是呢，那个不同意的声音也比较多，一直没有实施。但是现在地方财政呢是越来越吃紧的情况下呢，就是好像有些地方的公职人员连那个工资都发不足，加紧推出这个房地产税呢，就弥补那财政的缺口。不動産税を導入すると、不動産価格の暴落を招く恐れがあるほか、長期的な論争を引き起こす可能性もあることが。 これまで導入が見送られてきた主な理由でした。アメリカ在住の経済専門家のテイ・ギョーノウ氏は、不動産業界が低迷している今、中共は地方財政の逼迫を懸念して、不動産税を導入しようとしていると考えています。現在中国では重慶市と上海市で、不動産税が試験的に導入されています。重慶市の課税対象は主に高級住宅で、2021年の高級住宅税は、 1>, 1平米あたり22,106元、約37万円以上の住宅に課せられています。上海市は新規に購入し、かつ2軒目以上の住宅を対象として、1人あたり60平米を上回った部分に、税率0.6%の不動産税を課しています。あるネットユーザーは、不動産税は一般的には大した額ではないが、普通の住宅購入者、特にどうしても住宅が必要だという人は、

不動産関連の人気アカウント、坊節くんさんは、都市部では売却に伴って土地が減少する中、不動産税と空室税によって、膨大な不動産投資家から税金を徴収して、地方の財政収入を補填するという目的を実現する。 また2カ所以上の不動産を所有している人に、余っている住宅を投げ売りさせて、不動産価格を下げることもできると考えています。しかし、不動産税が施行されると、市場に過剰に出回る中国不動産を誰が引き受け、それがどのような効果をもたらすのかという新たな問題が発生します。 正常的收入跟那个房价的比是根本是完全是不可能实现的，因为你想想一辈子或者是两辈子、三辈子辈子和孙辈，如果按照正常的工资，他根本都买不起这个房子，所以房价是不合理的，下跌是肯定的了。中国的投資銀行関係者の定义是は。先日世間をにぎわした両集中政策も含め、不動産市場にはいびさな政策が多いが。 テイ・ギョウノウ氏は、どのみち中共は不動産税を徴収するだろうし、その結果、地方政府が新たな財源を手に入れるだろうが。 経済全体の消費活動は課税によって減少しサービス業や製造業がさらに衰退するだろうと指摘しています。NTD ジャパンがお伝えしました。